実際にやってみた。なんでティラ君2人おんの？というわけで、おはようございます。ティラと申します。久しぶりにさ、動画回したわな。いや、今日やりたいことがあるんだよ。とりあえずやりたいことっていうのはね、もうね、言ってしまえばわかります。行きましょう。誰もいね。誰もいね。というわけでやってきたのはですね、摩天の聖堂っていう、いわばハイエンドコンテンツなんですよね、ここって。ハイエンドコンテンツの場にやってきました。かつて私はハイエンドコンテンツでね、レグナードとかいうね、2時間かかったクソ手がいるんですけど、あいつにマジで苦戦したんですよ。ただ、今回はさらにその上です、これは。レグナードよりも強いと噂されている聖守護者をやりたいなと思ったんですよ。じゃあ早速ね、相手は何がいいかな。ガルトドン。いや、ガルトドンはね、なんかドンキーコングって言われてるから強いらしいで、あかん。ガルトドンは NG です。ドンキーコングなので、NG ということで、はい。ジェルザーク。あ、これだ。なんか名前がしっくりくる。ジェルザークにしよう。敵の強さを選んでくださいと。強さ1、2、3のうちに、とりあえず強さ1を超えないといけないんで、強さ1いきます。よし、行こう。なんかあれ、致命的なことに気づい、致命的な欠点があるような気がするんだけど。さあ、ジェルザーク。なんか致命的な、今パーティーに致命的な欠陥があることに気づいたんだけど。パーティーに致命的な欠陥がないかい？なんかいろいろと。爆裂の針。来い！うわぁ！なぁ！さあ、杉山、ここから怒涛の起死回生となるか。避けろ。あ、強いわ。ジェザク強いわ。致命的な欠陥があるのよ、今。皆さんはもしかしたら気づいてる、ないかもしれない。気づいてないな、多分、みんなは。見てるみんなは気づいてない。致命的な欠陥があって、このパーティーに。二人しかいねえんだけど。なんで二匹し、なんで二人しかいないの？そらまあ、きついやろうな。二人でジェルザークなんて。そんなゴーのものは確かにバトルマスター一人とかで倒したりするらしいけど、僕ゴーのものでも銃のものでもなんでもないのよ。無理さ。じゃあ、フレンドを呼びに行くか。朗報です。そんなフレンドいなかったジェルザークをやろうとするフレなんてそもそもいねえことに気づいたんすよ。友達いないこと忘れてたわ、自分、そういや。だからこうなってんだよ。友達いなきゃね、杉谷なのに二人プレイにならないんだよ、普通。だから、今回はね、サポート呼んできました。こちらです。というわけでですね、全部自分です。まあそうなるわな。そうならざるを得ないわな。というわけで全部自分のキャラということで、これ、ニコラ・ティラさんは自分のサブアカですね。はい。まあ友達いないから、まあこうするしかなかったよねっていう話ですよ。で、仲間モンスターで1枠埋めて、これで全部自分のモンスター、ね、自分のされてたキャラクターでのパーティーが可能となりました。これだったら、何がいいかって、もうメリットしかないのよ。その1。たとえ負けたとしても、自分のせいにしかならない。そう。ハイエンドコンテンツってさ、ギスりやすいイメージあんのよ。負けたら誰々のせいだとかさ、うまくかゆく回んなかったとかさ、そういういさかいが生まれます。そんなものが存在しない。うん。メリット、その2。あのね、一人で楽しい勝負ができる。あのね、時間に左右されないんだよね。うん。だから、なんか今日はもうこれまでにしようとか、メンタルの問題が一人で解消できる。うん。メリットだらけだよ、もうこう考えたらね。デメリットは一つ。そもそもいけるか不安。さあ、4人になっていざジェルザーク。行きましょう。じゃあ、ここからが本番よ。さっきのはもう遊びに、さっきのはもはや遊びだよ。で、ジェルザークはどうやって戦えばいいんだろう。とりあえず感覚で戦って、死んだよ、ニコラ。ニコラ死んだよ。一応確かね、覚えてんだよ。ジェルザークの本体を狙えばいい。ジェルソルジャーたちは狙わなくていいんだよね。
サポートが理解してくれてんのかな、それ。ダークネスブレス。チラさん、こっち巻き込まないで。あ、チラさん死んだ。嘘。チラさん死んだよ。やばい、チラさん死ぬのはやばいな。僧侶、唯一の僧侶が死んでしまうのはマジやばいから。ちゃんとジェルザークを狙おう。ジェルザークを狙う。本体を狙う。大事なのは。すぎやーん。リミットマグマ。この時だね。ダメージを与えることで止められそうなの。この時に、ジェルソルジャーを殴る。ただ、サポートが全くそれを理解してくれない。サポートよ、なぜジェルソルジャーを狙わないんだ。ジェルソルジャー殴ってくれ。お願い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 。ジェルソルジャー殴って。ねえ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 。ジェルソルジャー殴ってね。殴れよ、殴れよ、殴れよ、ジェルソルジャーを。何してんのおめえは。クソ。そもそもいけるかどうかが謎なんだが。いけんのかな？なんか不安になってきたよ。主火力であるスギアンがね、ちゃんと狙ってくれればいいんだけどな。で、通常攻撃痛くない？あ、でも回復してくれたね。爆裂の針耐えるそれ、スギアンって。全然耐えへんやん。全然耐えへん。スギアーン。叩き起こすか。まあ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 、マガコの話、ハグロは。うわ、寝るんだ！あ、やべ、眠り耐性はないぞ。眠り耐性いんのか。いろいろ耐性もいいのもんな。そうそう、いろいろでやっぱ、さすがレグナードなんかよりよっぽど難易度が違う、これは。勝った！硬くない？ちょっと。いくらなんでも。あー、すげやん。通常攻撃でやれたら、リミットマグマグリングだ。はい、ジェルジェル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 、ジェル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 、これ止めれるから。みんなで殴れば止めれる。みんなで捕まおう、その勝利。ね。ちゃんと、ジェルビーを殴る。ジェルビー殴れ。ジェルビー殴れ。ちゃんと。チラさん死んだ。ニコロも死んだ。ジェルビー殴れ、ジェルビー。ジェルビー、ジェルビー殴れ。ジェルビーを殴れ、おい。ジェルビーを殴れ、おい。ジェルビーを殴れ、おい。全然殴ってくれない。てか、よくよく考えたらパーティーが反対してるやないかい。わかった。アンラには火力がない。うん。とりあえずわかったことがある。アンラに火力は求めちゃいけないってことだ。スギアン、ダークネスブレスは、スギアンがね、耐えれると思う。全然や。自分も火力変調で動こう。火力はニコラが出してくれるって考えて、ニコラが火力を出してくれるって考えて死んだわ。その火力出してくれそうなやつが死んだわ。火力変調の動きにしてみよう。自分が。自分がハッスルダンスとかを連打して、回復変調の動きになれば変わってくると思う。全然。連国会ね。次はまあそれはされたらいいでしょ。頑張れ。そもそも耐え、リミットマグマ、この時は殴らなあかんと思うよ。水耕魔弾。なんだ、水耕魔弾って。うおー、線だって。線食らった。ね、このゲームね、ドラゴンクエストテーマはですね、1000ダメージなんて余裕で出ます。さあ、どうなっているでしょうか。次は死んでしまいました。ニコラが残りました。ニコラ頑張れ！耐えろ！おー！うわー！ニコラ！これいける？ね、なんかさ、調べたんだけどさ、なんか、強さ1、サポート周回とか、言われとんのにさ、この調子やけど、本当にいける？みんな嘘ついてない？みんな嘘ついてない？自分の強さをさ、誇張にしてない？なんか、なんかちょっと誇張してない？なんで、なんかめちゃくちゃ強いで。レクサーとか目じゃないぐらい強いやないか、これ。え？本当にこれいける？ちょっと、すごい勢いで死んでるけどな。見てる限り。見てる限りさ、すごい勢いで死んでばっかりなんやけど。リミットマグマ。リミットマグマ来てるよ。ほら、止めなあかん。みんな止めて。止めて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 、みんな。みんな攻撃して攻撃。攻撃をするんや、みんな。みんなジェルソルジャー A に攻撃しちゃえば、なんとかなるに。なんか、本当にこれいける？見たところみんな色、もうバラバラやね、みんな。
ほらー、出てきたリミ。リミットマグマこれ系さ、ここに行けなくなっちゃうんだよね。何？なんか増えたんだけど、変なジンが。変なジン増えたぞ。ティラさん、こうなると自分回復に行くしかないから、回復しに行くけどさ、リミットマグマがいっぱいあるともう取り返しつかなくなる。すぎやんもかよ。ちょっと君たち一撃ぐらい耐えてくんない？このゲームワンパン多すぎるって。一撃ぐらい耐えてよ、せめて。ほら、ジェルソルジャー A だよ、今度は。今度はジェルソルジャー A だよ。ニコラとスギアンだよ。攻撃してほしいのは。頑張れ、ニコラとスギアン。ああ、歌ってる場合じゃない。歌ってる場合じゃない。ティラさん死んでる。ティラさん死んでるよ、ちょっと。ティラさん死んでるよ。ティラさん頑張れ。スギアンも頑張れ。ニコラ頑張れ。攻撃するんや。うまいこと。とにかく攻撃をするんや。そうすればなんとかなる。よし、まだあるぞ。一番粘れてるぞ。今までの回の流れ。今までの回が、もう鼻くそなんだよ、ってか。今までの回が全部鼻くそなんだよ、そもそもが。ジェルハザード、ジェルハザード来てるよ。よくわかんないけど、ジェルハザード来てるよ。あ、ティラさん死んだ。ティラさん、ティラさんを復活させて、で、ニコラも復活させて、とりあえず耐えしのごう。しのぎ切ってみせよう。でも20分間に仕留めなくちゃいけないんだよね、20分の間に。しのぎ切ってみせよう。ジェルハザード来てるよ。ほら、ジャンプしてみんな。ジャンプしない。ニコラ死んだ。ジェルハザードの時にみんなジャンプして。ジェルハザードはジャンプしないと避けれない。ジェルトラップ、ジェルトラップ、トラップきます、トラップきます。ティラさんを復活させて、ジェルソルジャーがまた増えたな。よしよしよし、ジェルハザード来てるよ。ジャンプ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 、回復、おとなしく箇所。逃げろ逃げろ逃げろ、みんな、これは逃げるんや、みんな。よし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 、いいよ。耐えしのいでるよ。耐えしのいでるだけ頑張ってる方だよ、みんな。回復変調、回復変調、回復変調して、動きを回復にね、集中させる。動きを回復に集中させる。見るのは敵じゃなくって右。そうすると、自然とサポートが倒してくれる。はずなんだよ。はずね。ジェルソルジャー B をね、なんとかしてあげてほしいんだけどな。回復入ってくれた。大丈夫。ゆっくりゆっくりゆっくり。おとなしく箇所。お！止めたね！灼熱のエネルギー。さすが！次はよくやったよくやったよくやった。ジェルソルジャー C も止めよう。C も止めて。頼むよ、C。C 攻撃するんだよ。よし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 。ティラさんは自分が回復する回復する回復する。で、これでまた呼ばれんのか。これ呼ばれちゃうからな、すぐに、すぐに呼ぶからな。もうちょっとかかってもいいんじゃねえかっていうぐらいすぐに呼ぶ。ニコラの火力はないな、思った以上に。ニコラの火力は思いのほかない。スギアンに爆裂の針。あー、スギアン復活させに行くか。主火力だもんな。一応主火力だね。メラゾーマで火力取ってくれてるから、無視するわけにはいかないよね。誰だ本当にこれ。サポでも楽々いけるって書いたの。何してんの？混乱した、釣られて踊ってしまった。よくわかんないけど、なんか踊ってる。混乱してる。あと。ニコラー！ジェルカウンター。水耕モダン。ちょ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 。ティラさん。暴れに帰った、ティラさん。ティラさんよく耐えたな。煉獄会員か。まあ、気合い入れたいよ。ティラさん。てか、お前、フバンハから入れって。ティラさん、フバンハから入るんだ、まず。まず、フバンハから入った方がいい。ブレス耐性をね、上げた方がいい。まず、多分、これは。ブレス耐性を上げるね。なぜお前はそれをしない？
無理があるんやと思うよ、多分。限界があんのかな、俺。誰やサポートに楽々いけるって言ったやつ。殴ったろ、俺が。俺が殴ったろ。あー、ティナさん死んだ。耐えてんだけどな。結構耐えてるよ。結構耐えてる、耐えてる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだいける。まだいける。まだいける。まだまだそんなもんじゃない。まだまだいける。回復して。回復変調、回復変調。回復変調、回復変調。頑張れ、頑張れ、頑張れ。耐えてればいつかチャンスが来る。うん。チャンスの順番は来る。絶対に。相手が隙を晒してくれる、きっと。こんな攻撃、きつい、ダマンダ、ティラさんまたかよ、お前。ティラさんまたか、お前。よし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 、今だ、今だ、今だ。回復して、回復して。よし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 。ジェザーク遅いな。お前、足遅くなったな。よし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 、まだまだまだ。まだ参る。まだ参る。まだ参る。前だ、参りたい。水耕魔弾。うわー、ティアさんよく耐えたね。ちょっと待って。MP やばくね？おー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 、みんな、ちょっと待って。ガス欠。まだ黄色にも入ってないけど、ガス欠するんじゃないか、これは。もしかしなくても、これガス欠するのでは。ティアさん、次やんもかよ。これさ、もしかしなくてもニコラがもうすでにガス欠寸前なんだけど、何これ、どうすりゃいいの。ちょ、待って待って待って、逃げ場がない、逃げ場がないっす、逃げ場がないっす。あー、もうダメだ。まだダメじゃない、ティアさんがいる。リホは、ティアさん、あ、やべ、アンラ、アンラ動け。すぎやん、すぎやん、すぎやん。すぎやんから、復活させて、ティラさんも復活させよう。ティラさん復活させよう。命あってのモノマネ、まだだ。よし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 、まだあるぞ。ニコラ、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 ニコラ。まだある、まだある、まだある、まだある。まだいける、まだいける、まだ俺たちはいける。俺たちはまだ戦える。ニコラの MP がない。どうすりゃいいの、ニコラの MP ないけど。ニコラの MP がないんやけど。何、肉壁として活躍してもらうしかなくない、もう。もう肉壁じゃん、お前の役目が、役割がもう肉壁なんだよ。いや、本家だったら肉壁できるけどさ、このゲーム、ちょ、待って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 、何これ。ちょっと何これ。ジャンプしたべや、今。んで。ちょっと待って、ティラさんがどこにいんの？ティラさん、そんなとこで死んでるやんけ。いけ！あー、何してんの？次やん！頑張れ！いけるって書いたやつ、絶対嘘ついてるわ。もう、動画加工してるよ。